中禅寺湖は、栃木県日光市の日光国立公園内にある湖。日本の湖章では25番目の面積規模を有する。中禅寺湖は、約2万年前に、南大山の噴火でできた関留湖である。人造湖を除く広さ4平方キロメートル以上の湖としては、日本一標高の高い場所にある湖である。 また、栃木県最大の湖である。一周は約25キロメートルであり、歩くと9時間ほどかかる距離である。湖のすぐ北には南大山がそびえ、北西には戦場外原が広がる。中禅寺湖と南大山周辺の地形図クリップ南大山の山頂付近から見た中禅寺湖。湖の右側に広がる平地は、 戦場ヶ原中禅寺湖は、現在は観光地として知られるが、日光山を開いたとされる、小道商人が発見したとされる湖であり、かつては神仏への信仰に基づく修行の場として知られていた。湖岸から約100メートル離れた場所にある上野塔には、小道商人の遺骨の一部が収められている。湖の南側には八丁出島と呼ばれる。 細長く突き出した半島があり、紅葉の名所として知られるほか、薬師如来を祀っていたとされる薬師堂跡がある。日本百景に選定されている。東部工業により遊覧船が運航されている。もともと魚は生息していなかったが、明治期から徐々に放流が行われ、1991年の調査では、マス類を呼び、コクチバス、ワカサギ、ウグイ、コイ、 フナ、ヒメマス、ホンマスなど24種の魚種が生息している。特に、ヒメマスは、古参進魚から、災卵孵化した稚魚が放流され、地引き網などで捕獲された魚は、特産品として、また、遊魚目的の重要な観光資源となっている。なお、ホンマスは、ヤマメとビワマスの交雑個体とされている。日本で唯一レイクトラウトが繁殖しており、 スポーツフィッシングの対象となっている。782年、正道商人が南大山の登頂時に発見したと言われている。正道は、その後、湖畔に神仏を祭り、784年には神宮寺を建立するなどし、信仰に基づいて修行を行える霊場を作り上げた。中禅寺は、当初、現在の日光二良山の神社。 中宮市がある場所にあり、小道が古城でその姿を見て作成したとされる、千樹観音が祀られていた。817年、小道が没すると、中禅寺湖と縁が深かったとして、湖岸から約100メートル離れた場所に、上野塔が作られ、遺骨の一部を収められた。小林清地下、中禅寺湖1873年、水産彫像養殖研究所によると、 最初の放流が行われ、下流域の河川に生息していた岩名が放流された。1876年には、明治天皇が訪れた際、道皇、河の湖と名付けている。1878年6月末に当地を訪れた、イザベラバードは、 色は坂を登り切った山頂から見下ろす中禅寺湖の水面に生える南大山を絶賛し、また湖畔を竜頭滝方面に進む際に絶えず、聞こえた小石を洗うさざ波と高さ5メートル弱の筒子の林がン紅の花で染まっている様子をその手紙に綴っている。1902年大仙津波により中禅寺は大きな被害を受け、観音堂が湖上に押し流されたが、 本尊であった千字観音は、無傷のまま古城に浮かび、後に再建された中禅寺で引き続き祀られることになった。また、同年、川増が放流された。1906年、十和田湖から姫増が35万尾放流された。明治中期から昭和初期にかけて、道湖周辺には、欧米各国の大使館別荘が建設され、 各国の外交官たちが秘書に訪れる、リゾート地となる。第二次世界大戦の影響で、観光地は一時衰退するが、戦後、いろは坂の開通で、アクセスが容易になり、春の新緑や秋の紅葉などで人気を博することとなった。1963年、中禅寺湖漁業協同組合が組織され、ニジマス、ヤマメ、ブラウントラウト、ビワマスなど、 マス類を中心に放流され、放流と自然繁殖により資源が維持されることとなった。1980年代から湖水に泡が生じるとともに、黄色弁毛藻類が増殖し、炭水赤潮現象の発生が報告され、湖水を水源とする水道水に一周生じるなどの現象が発生している。なお、発生した泡はプランクトン由来ではなく、 流入河川流域に落ちた落ち葉由来の糖類が原因であることが判明している。1990年代初頭以後、ヒメマスの訴状数は原因不明の減少をきたすこととなり、1万尾あったものが2007年に1000尾未満となった。2011年3月11日、東日本大震災が発生し、それに伴い福島第一原子力発電所事故が、 発生すると、栃木県にある、中禅寺湖においても、その影響が見られるようになった。栃木県生産振興課によると、中禅寺湖は、福島第一原発事故による、放射性物質の拡散の影響が大きく、事故後の2012年以降、当分の間、若杉を除く、全魚種の持ち帰りが禁止されることとなり、釣りは、キャッチリリースに限られることとなった。 2017年、放射性物質の規制値を下回った姫マスに限って、持ち帰りが、解禁。2021年にはにじマス。本マスについても解禁されたが、ブラウントラウトなど、その他魚種の持ち帰り禁止は続いている。JR 日光線日光駅、または東武日光線東武日光駅から、東武バス、湯本温泉、または、中禅寺温泉行きで、 中禅寺温泉駅下車。日光市街より、国道120号で、いろは坂経由。または、群馬県沼田市より、国道120号で、金星道路、千条ヶ原経由。ありがとうございます。